こんばんは、入山明子です。9月28日水曜日、入山明子のつれつれ日記。今日は事務仕事の一日でした。夕方車に乗って出かけましたが、それ以外はずっと自宅にこもって、メールで来ている案件だとか、これからのイベントの準備などを、スケジュールを詰めたり、そんな作業をしておりました。さあ、それでは皆様のコメントにお返事を開始します。木中さんです。おはようございます。お疲れ様でした。とまた素敵な、お写真、お花のお写真毎日いただいてます。ありがとうございます。遠藤さんです。おはようございます。いつもモーニング投稿ありがとうございます。今日も楽しい一日でありますようによろしくお願いしますといただきました。朝早くになっちゃって、人によったらポコンと音がしてしまうのかなと思いながら、忘れないうちにアップしています。森沢隆さんです。今週の FM チャッピー、私のふるさと初オンエアですね。楽しみにしています。山口コンサートのチケット、ローソンチケット、チケットピア E プラス購入できるのは便利で良いですね。そうなんですよね。今関東のコンサートもそのようにできないのか今調整中です。和久井音楽事務所のスタッフさんの書いているブログ読んできました。気持ちのこもった記事が素敵ですといただきました。ありがとうございます。元気笑顔で素敵な一日を。お花の写真をたくさんいただきました。とっても綺麗に撮影されてますね。これカメラでなくスマホなんでしょうか。今本当にカメラの機能がとってもいいので、川崎市のお写真、色合いもいいものが撮れてますね。ありがとうございます。満月てるおさんです。ふるさと山口県山口市民ホールで歌える幸せ感じて、赤ちゃん頑張ってくださいねといただきました。そしていつもね、一言いただくんです。人に優しく、歌の道精進していってくださいね。わかりました。グッドモーニングとアバターもついています。辻明子さんです。おはようございます。これから新曲のキャンペーンなどでスケジュール満杯になりますね。嬉しい悲鳴ですが、お体ご自愛ください。はい、元気に、そしてどの舞台も笑顔で皆様と再会、そして新たな出会いもいただきたいなと思っています。鈴木千恵子さんです。おはようございます。今日も明子さんにとって良き日でありますように。今日もいい一日を過ごしました。気持ちよく、そしてお仕事もはかどって、今日ももう少しで終わりますけれども、良い一日でした。金崎真紀子さんです。明子さん、おはようございます。インターネットの調子悪くて今になりました。今度チャーリーティーショーや、お忙しいスケジュールですね。嬉しい悲鳴です。癒されますと書いてくださいました。私も皆さんのコメントで励まされて癒されています。真紀子さんのアバターがいつも異なるものをね、貼ってくださるんで、今日はサンクスと両手を上げてくださってます。可愛いです。松崎さんです。おはようございます。今日も一日よろしくお願いします。いつ見ても綺麗で素敵な明子さんと書いてくださいました。もうとんでもございませんけれども、もう本当にいろいろ崩れかかっていることも多いんですが、ご容赦ください。でもアプリが優秀なので助かっています。ありがとうございます。沖島晴美さんです。これから新曲1泊2日のキャンペーン始まりますね。お体に気をつけて頑張ってください。私もおかげさまで元気に働けることに感謝です。あきこさんの元気笑顔に元気もらってますといただきました。はるみさん、ボンジーアーです。そしておかっぱ頭のはるみさんのこのアバターが可愛いです。西山秀子さんです。毎日忙しい中つれづれ日記ありがとうございます。土曜日の FM チャッピー、いよいよ私のふるさと聞けますねと楽しみにしてくださっている様子です。ありがとうございます。お体に気をつけてくださいねといただきました。中垣さんです。おはようございます。素敵ですねといただいています。いつもありがとうございます。牧野明光さんです。FM チャッピー収録お疲れ様でした。11月19日山口県コンサート、いいですね。1泊2日で行きたいですね。ねえ、でも忙しいですからね。
多分無理なので楽しんできてくださいと書いてくださってます。今日群馬県安中で1泊2日、明日は関内は遠いですね。朝早いので今日はもう寝ますね。そっか、もうお休みになってますね。元気笑顔で頑張ってください。おいでませ山口ですね。みんなで応援してます。突っ走れファイト。明道さんはお花に囲まれて草の中に寝っ転がっている明道さんですね。これもまた可愛いですね。さあ、そして、ブログにコメントを開始しますね。さあ、そしてブログです。ちえちゃんです。おはようございます。 NHK ネットで今年の紅白に出演してほしい歌手のアンケートしてました。あきほさんの名前を書いておきましたよと。ありがとうございます。紅白出れるといいですね。出れたら最高ですね。嬉しいですよね。さあ、そしてですね、 YouTube にコメントを開始しますよ。 YouTube は昨日は FM チャッピーの収録に行ってきましたという YouTube でした。牧野和恵さんです。おはようございます。今日も綺麗です。ありがとうございます。11月19日4人で行きますと書いてくださいました。関東からね、応援に駆けつけてくださると伺って本当に嬉しく思います。ありがたいです。鋼チャンネルさんです。 FM チャッピーの収録お疲れ様でした。つながる土曜日の放送楽しみにしてます。 FM チャッピーさんにて新曲1泊2日パワープレートのこと、 FM チャッピー聞きますねと書いてくださいましたね。どこでかかるかわからないんですけれども、いろんなところでかけてくださるようです。嬉しいですね。入山明子施設応援隊さんです。明子さん、おはようございます。FM チャッピーお疲れ様でした。カップリングの私のふるさともいよいよ聞けるようになりますね。つながる土曜日、皆さんとつながりながら楽しく聞けるの楽しみにしてます。ヒルソン見ました。わあ、ありがとうございます。着物姿のあきこさん、よかったです。嬉しいです。今日も一日元気笑顔で頑張ってくださいといただいています。ありがとうございます。そして今日はお花の写真をたくさんいただきました。秋田の伊藤さんから、そして、川崎のたかちゃんから、そしていつもいただく山口県の駅長さんからも頂戴しました。嬉しいです。さあ、明日もいい日になりますように。今日は一粒万倍日、感謝をすればするほどいいことがまたたくさん広がりそうですよね。今日もこうして元気に過ごせたことに感謝をして、そして実はここ最近本当にショックなお別れがありまして、皆さんの前ではいいことだけ言ってと思ったんですけれども、ちょっと一人になっていろいろ思い出をたどっていたら、今日は涙も出てきました。やはりお別れは辛いです。そして突然のお別れほど